どうして？あ、夢か。さて、どうでしょう。無事なのか。この通り。私、子供の頃シンラにいたの。うん、エルミナから聞いた。そっか、だからね、昔住んでた家に帰ってきたみたい。居心地悪くないよ。ここよりいいのか。それは意地悪。エルミナも心配している。もクラウドも当たり前だ。心配かけてごめん。人は必ず死ぬだろうな。だから正しく、ちゃんと自分らしく生きなくちゃ。一瞬、この一瞬を大切に。覚えておこう。あのね、この一瞬を大切にだろ。クラウドと会えて嬉しかった。かけてくれた言葉一つ一つ、してくれたこと一つ一つ、全部嬉しかった。一緒にいられて楽しかった。でもね、好きにならないで。もしそうなっても気のせいだよ。ずいぶん一方的だな。もう朝、行かなくちゃ。迎えに行く。悔しいけど嬉しい。あんたには世話になりっぱなしだ。この恩は忘れねえ。俺にできることがあったら何でも言ってくれ。困った時はお互い様さ。エルミナ、あれから考えてみたよ。呼ばれている気がするんだ。だから私からもお願いします。助けたいんです、友達だから。うすうす分かってたのさ、いつかこういう日が来るんじゃないかってね。それでもエアリスを助けてやっておくれ。マリン、行っちゃうの？すまねえな、マリン。そばにいてやれなくて。父ちゃんだっていつも一緒にいたい。本当だ。でも、それじゃ戦えない。
悪い奴らが星を壊そうとしてる。実はな、父ちゃんそいつらと戦ってんだ。星やスラムのみんなを守るのが父ちゃんの仕事だ。いや、だから行かねえと。マリンを助けてくれたお姉ちゃんを今度は俺たちが助けに行くんだ。助けてもらった俺ちゃんと言わねえとな。うん、あのね、あのお姉ちゃんね。どうした？ううん、助けてあげて。任せろ。帰ってくるよね？ああ、絶対だ。じゃあ、行ってらっしゃい。うん。バレット。マリンは大丈夫だ。よし、死んだビルに乗り込むか。目的を忘れるな。分かってるよ、エアリスの救出だろ。でも上までどうやって行く？鉄道は動いてないよね。じゃ線路を歩くか。今は非常事態だ。表だったルートは封鎖されていると思った方がいい。じゃあどうすんだ、裏ルートがあんのか。そういうこと知ってそうな人って。トルネオか。情報やキリエの大スクープだよ。行けないんだから飲むしかないよな。キリエ、反死んだグループのアバランチが
1番と5番の後調子に乗って7番マ航路まで爆破したんだけど、素人の悲しさで爆弾の威力を把握していなかった。その結果がこの大惨事。しかもウータイから莫大な資金援助を受けてたんだって。反シンダなんて大層な看板を掲げてるけど、実際はウータイの手先というかただの使いっぱしり。これが真相。ウェル仕入れたばかりの最新ニュースだよ。はーい、ゴギル、ゴギルちょうだい。マジかよ、油断も隙もねえな。ウータイは結局魔法が妬ましいのさ。また戦争になるのかい。仕掛けてきたのはあっちだ、仕方ないだろ。ねえゴギル、情報はタダじゃないんだよ。ウータイの手先じゃねえ。他はともかくそこだけははっきりさせねえと。私たちの主張なんてもう誰も聞いてくれないよ。ごめん。ティファ、なあティファ、俺たちは反省も後悔も許されねえ身だ。こっから先はもうただただひたすら前進あるのみ。何があろうと阪神らの火は消さねえ。うん、でも今は前だけじゃなくて周りも見て、みんな怯えてる。だからお願い。困ってる人がいたらできるだけ助けてあげたいな。昨晩発生しました7。サンプレート崩落事件に関する続報を。武器が欲しいのか。緊急対策本部の会議。グラムの話は全然出てこない。ファン・インナトッツアバランチによる破壊活動だと。もう少し頑張って。あ、クラウドさんですよね。いいところにいらっしゃいました。オーナーのサムから話は聞いています。凄腕の元ソルジャーの何でも屋だとか。そこでご相談なんですが、うちのチョコボたちを探してもらえないでしょうか。実はプレート落下の衝撃に驚いて逃げてしまったんです。きっと今頃怯えてお腹を空かせているはずです。かわいそうに。そりゃ大変だな。わかった、気にしておくぜ。ありがとうございます。見つけたらこれを食べさせてください。逃げたのは3羽。名前はカカ、ロロ、モモです。野菜を食べて落ち着けば自分たちで帰ってくるはずです。よろしくお願いします。中止にしなさいと言うべきでした。もし子供たちを見かけたら帰るように伝えてくれませんか。子供たちの特徴は多分分かる。あんたは動くんじゃねえぞ。ここで子供たちを迎えてやれ。いいな。はい、そうします。よろしくお願いします。
僕の店にようこそ。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。確かエアリスのボディーガードだろ。エアリスはどうしてる？急ぎで薬草探しを頼みたいんだが、今日は一緒じゃないのか？実は7番街の事故で薬を使い切ってしまってな。まだまだ必要なんだが材料が足りない。必要なものは？あんたが薬の材料を揃えてくれるのか？町のためにぜひ頼む。これが必要な材料と道具だ。
エアリスを頼んだよ。みんな頑張って。いや、患者が地下施設でベヒーモスを見たって騒いでたな。地下施設ってなんだって話だよな。悪いな、なるべく早く集めてくれ。整理してたらミュージックディスクがいっぱい出てきたの。よかったら一枚いかが？行ってみよう。なんだよ。おや、クラウド、プレートの上に行く方法を知らないか？今はどこも限界態勢さ。ネズミ一匹通れやしないよ。ウォールマーケットでもコルネオの手下どもがアバランチ狩りとか言って騒ぎ出してね。ん？右腕が銃の男。ん？なんだよ。アバランチの一人がそういう男らしくってね。コルネオの手下どもが探し回ってるのさ。アバランチには今シンラの懸賞金がかかってるからね。小遣い稼ぎでもするつもりなんだろ。やることは他にいくらでもあるだろうが。右腕が銃の男を
五番街で見たっていう情報があってね、花がいっぱい咲いている家に出入りしていたらしい。なダメ、それはダメ。戻るぞ。館の方が騒がしかったけど、何か。いらっしゃいませ、クラウド様。常連かよ。アニアンはいるか。申し訳ございません、アニアンはジムに行っております。そうだクラウド様、よろしければ夜のステージにご出演を。断る。さすがに今日は来ないかなと思ったら、さすが常連さんたち。なんだい、この曲が気になるのかい？欲しいなら持っていきなよ。すごいでしょ？常連さんは夜明けと共に並ばれるんだ。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。銀河兵がドンの館に入っていったけど、何が起こってるの？私見たんだよ、銀河兵がコルネオさんの館に入っていったんだよ。よし、ディスクを見つけたら持ってきてやる。そしたらベティ、みんなに聞かせてやれ。本当？ありがとう。この曲知ってる。マリンと踊ってた。なっとらん、全くなっとらん。この曲こそ我が青春の調べ。わし
私が手本を見せてやろう。見よ、この腰。すごい。よし、お嬢ちゃんに伝授してやろう。またディスクがあったら持ってきてね。何もかも失ってしまいました。曲を聴きながらダラダラするのは最高だな。ん？お前もやるか？ようこそ。ご休憩で。近くで聴いていい？この曲、昔好きだったの。もちろん。これからどうしたらいいんでしょう。いつまでも落ち込んでられませんよね。いい加減その辺にしておいたら。もう何時間もそうやって。いや、まだだ。オニオンさん、クラウドか？どうした？プレートの上に行く方法を知らないか？今の状況では無理だろうな。ほう、見事な出来栄えだ。そこのレディ、ただ者ではないな。しなやかで均整の取れた美しい筋肉だ。思想が見える。いい師匠についたな。しかし今はひどくこわばっている。迷っているな。ティファ。ねえ君、ティファ君、せっかくだしアニーと勝負してみないか？思いっきり汗を流せば胸のモヤモヤもすっきりするよね。私は構わないが。来たな。では懸垂で勝負だ。と
共に限界を超えようか。美しいフォームだ。このまま続けていこう。素晴らしいね。その調子だよ。いい感じだね。美しいフォームだ。その調子だよ。このまま続けていこう。素晴らしいね。このまま続けていこう。その調子だよ。いい感じだね。そんなものかい。やはり美しいな、君は。君の勝ちだ、ティファ。私、夢中で。こわばりは解けたようだ。君との勝負で、私も覚悟が決まった。今夜は最高のコンディションでステージに上がれそうだ。ありがとう。私の方こそ、すっきりです。これは今夜の記念に。次はミツバチのステージで共に汗を流したいものだ。いつでも待ってるよ。筋トレしていくか。泣きべそ書くなよ。美しいフォームだ。いい感じだね。素晴らしいね。このまま続けていこう。その調子だよ。いい感じだね。美しいフォームだ。このまま続けていこう。素晴らしいね。美しいフォームだ。その調子だよ。いい感じだね。このまま続けていこう。素晴らしいね。その調子だよ。いい感じだね。美しいフォームだ。いい感じだね。その調子だよ。素晴らしいね。次もこの調子。次こそは俺が勝つ。待ってるよ。鍛えていくか。貴様、俺と勝負してくか。俺と勝負か？オッケー、カモン！ハードに攻めるぜ。
このまま続けていこう。いい感じだね。美しいフォームだ。その調子だよ。素晴らしいね。美しいフォームだ。このまま続けていこう。その調子だよ。いい感じだね。その調子だよ。このまま続けていこう。美しいフォームだ。素晴らしいね。美しいフォームだ。その調子だよ。君たちならやれる。もっとリズムを感じて。このまま続けていこう。いい感じだね。体動かせて。ワンモアチャンス。体動かしてく。手加減はなしだよ。ハイレベルな勝負だぜ。マッスルハーモニー。負けてられません。パーフェクトだ。さすがにやるな。はい、ワン、ツー、ワン、ツー。ハイレベルな勝負だぜ。どんだけ鍛えてるんだ。マッスルハーモニー。負けてられませんぜ。さすがにやるな。マッスルハーモニー。ハイレベルな勝負だぜ。どんだけ鍛えてるんだ。パーフェクトだ。負けてられませんぜ。筋肉の喜ぶ声が聞こえるぜ。さすがにやるな。ハイレベルな勝負だぜ。マッスルハーモニー。マッスルイズビューティフォー。ないな。僕ももっと技を磨かないとね。本日も闘技場はいつも通り開催するよ。大名さんが消えたし。コソ泥もぶっ飛ぶこの威力。かなり安全、間違いなし。数量限定だからお早めに。私見たんだよ。神羅兵がコルネオさんの館に入っていったんだよ。
気がする。おお、これ聞いてたら体が熱くなって逃走本能に火がついたってか。いても立ってもいられなくなって。いいねあんた、分かってんじゃねえか。熱く引き寄せ。みんなで音楽を聴くの楽しいね。ディスク、ありがとう。うん、私たちも元気になった。じゃんじゃ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 んじゃ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 じゃん。いつか勝利のファンファーレが鳴り響く日が来るまで俺たちの戦いは続く。なんてな。よう、すまねえな、厄介ごと頼んじまって。五番街の裏通りでチョコボの鳴き声を聞いたとか、陥没道路でチョコボを見かけたとか、教会の方へ向かうチョコボを見たとか、情報はこんなところだ。きっとうちのチョコボだ。頼んだぜ。どうしたものか。おう、バレット、ワイマ、大丈夫か。自警団は動ける奴らが手分けして怪我人の救助に当たっている。そうだな、任せろと言いたいところだが、大問題がある。噂は本当だったんだ。地下に神羅の実験場があって、そこからモンスターが湧いてる。クラウド君、何でもや頼めるか。実験場に降りて地下のモンスターを一掃してもらいたい。危険すぎる依頼だが。俺にしかできないだろう。その通りだ、頼む。地下から雄たけびを聞いたという報告もあったが。皆さん、準備ができたら。じゃあな。
よし、やっちゃおう。出番だよ。邪魔だ。いや、このへばってな。そこ急げ。わっ、まだか。急げ。どうよ、逃がさねえぞ。追い打ちだ。いや、まだまだ。
悟はいい。おう、任せとけ。どけどけ。期待してるぜ。私に任せて。
相手してやる。すぐに終わらせよう。かあ、行く。うっさー、バレット声大きい。そこをどいて。やめ、沈め。おう、任せとけ。いや、ダメ押しだ。当然の結果だ。
チームワークってな。さあ、蹴散らしてやる。落ち着いていく。俺の見せ場だ。あっ、そこ。おらおら。ラッシャー。あっ、待ってろ。少し前にコルネオの手下がやってきて、エアリスの家の方へ。少し前にコルネオの手下がやってきて、エアリスの家の方へ。本当にこんなとこに現れんのか。 おい、あいつの右腕。俺を探してんだってな。望み通り来てやったぜ。ま、あの時の。やっぱりてめえもアバランチだったんだな。どうだろう。かの、なめてんじゃねえぞ。おい、あいつを出せ。おう。コルネオさんの秘蔵っ子よ。お前ら全員ギッタギタに切り刻んで神羅に突き出してやる。こんな時まで黙ってんな。うん、けっ、お楽しみはこれからだぜ。気合い入れてけ。私に任せて。いくよ。無茶はするな。くらえ。
く。頼む。カネやってる。可愛がってやる。頼らせてもらうぜ。隙を尽くす。巻き回して埋めてやる。上流沈め。叩き切る。くらいな。休むなんて許さねえぞ。大したことねえな。ペバルには早えぞ。うれうれ行くぜ。お楽しみはこれからだ。へへ。こっから反撃だ。はい、うん、くよ。あっ、おらおら、今だ、やっちめ。ヘバルには早えぞ。邪魔だ。打ち止め。無駄無駄。さあ、行くよ。しのげるぞ。もう懲りたよ。あんたたちのことは誰にも言わねえから、見逃してくれ。五番街で見たのは人違いだった。この話を広めろ。死ぬ気でやるんだが、もしまた怪しい奴がいたらすりつぶすよ。わかりました。何でも屋さん、いいところにいらっしゃった。どうもどうも。自分、活力新聞で記者をやってるものでして。何が新聞だ。神羅の宣伝ばっかじゃねえか。まあ、ただだからこそ手に入る情報もありまして。興味あります。実はですね、神羅の某部署がコルネオの財宝を押収することになったのですが、なんとその財宝が隠されている部屋の鍵を何者かに奪われてしまったらしいんです。その鍵を奪ったのが、何を隠そう、スラムエンジェルなんですよ。神羅やコルネオをつけ狙う五番街スラムの盗賊です。あのスラムエンジェルがまた現れたんです。どうです、今度こそ興味ありません。まあ、ねえこともねえな。でも時間もねえ。興味ありですね。では何でも屋さん、スラムエンジェルのアジトは覚えてますよね。あんた懲りてないのか。
いえね、前向きに考えようかと思いまして。スラムエンジェルに狙われるならそれはそれでネタになるなと。はあ、何をさせる気だ。盗まれた鍵を取り返したら財宝は皆さんのもの。私はスラムエンジェルの正体が知りたいだけなんです。なので何か分かったらちょこっと情報をいただければ。ところで何をしてる？一人なのか？それが見回りのみんなと倒れたお墓を直してたんだ。そしたら笑い声が聞こえて、気がついたらみんな消えてた。みんな消えたんだ。来るぞ。行くぜ。ありがとう。また世話になっちゃったな。俺たちハウスに戻るよ。
先生が心配だからね。クラウドさん、これさっき拾ったであります。よかったら使ってくださいです。生意気なガキどもだ。いいじゃねえか。
確実に。次は勝とう。
や何でもや。今日は友達と一緒かい？私はミレイユ。クラウドとはまあ雪吊りの関係だね。何をしている？多分あんたと同じさ。コルネオの財宝目当てだろ。なんで知ってんだ？私は町の噂が大好物でね、噂を確かめに来たんだけど、財宝はここにはないよ。スラムエンジェルが横取りしたんならもう配っちまったんだろうよ。そうかもね。でももう一つ噂があるんだねえ、あんたたち。仮にだよ、もし財宝が手に入ったら何に使う？物資だな。スラムの生活を立て直すためには物が必要だ。財宝を売ってその金で物資を調達する。スラムエンジェルが鍵を盗んだっていうのは濡れ衣らしいんだよ。詳しいことはキリエから聞くといい。若いのになかなかの情報通だ。しましまの靴下を履いてサイズの大きな帽子をかぶった子さ。どこにいる？さあね、若い娘を追いかけるのは大変さ。そうだろう？新聞記者もしつこいね。一瞬で終わりだ。楽勝。終わりだ。まだまだ。当然の結果だ。調子に乗る。
戦手だ。落ち着いていけ。おう、引っ込んどけ。やっ、あのよ、こら、しまった！俺のバカ！大馬鹿野郎！ちくしょう！兄貴！ティファ！無事だったんだ！よかった！その呼び方はやめろ。兄貴！折り入ってお願いがあるんですけど、聞いてくれます？言ってみろ。実は俺、いろいろあって町から出ることにしたんです。そしたら全財産をすられちまったんですよ。なんて不運でかわいそうな俺。途中まで追いかけたんだけど逃げられちまって、もうお先真っ暗。助けてくださいよ兄貴。犯人の特徴は？兄貴、犯人の特徴ですよね。黒髪の可愛らしい女の子で、帽子をかぶってて、あと、そうだ、しましまの靴下を履いてました。キリエか。どっちに行った？教会の方に。列車に乗るためにずっとお小遣いを貯めてたの。ついていけ。待ってました。かかった。飛び上がれ。はい、ああこんなのいいよ。出るでい。うわ、おらおら、そこ邪魔見やがれ。ざっとこんなもんだ。